私徳さん、外野に挑戦、その真意とは。皆さんコメントで私の外野の可否入れてください。はい、どうも徳さんです。アッパレ練習での様子をお届けします。ちょっと随所にねテーマを持ってやってますんで、参考になればなということでご紹介いたします。順はねちょっと新しめのグラブを使っていましたが、それはこれって どこ角度サイド3クォーター、オーバーじゃないか。あーいいね、あーいい、おお、これはサイズだね。パワーは全然出ない。あーいいね、おいい、すごいキャッチボールだ。勢いが消える。あーいいボール、すごいボール。あまつえとくさん強すぎる。強い、やっぱピンキーでやんすね。実測、実測遅いけどな、あの送球の方が早く見えるの、やっぱ多分そういう回転とかだと思いますよ。はい、続いて内野ノックでございます。人数が少なかったので外野手も内野に入ってノック。その外野手がねノックを受けるメリットって結構ねあのやった方がいいと思います。ショートスロー、握り替え、グラブさばきなどなど、内野手の動きがこう基本的にできた場合に外野でかなり守備範囲は広がると思うので、あのおすすめです。外野手は外野のノックしかやらないってことではなくね、大事なプレッシャーなプレーが続いてますけれども、セカンドにはタケちゃん、いい守備範囲、タケちゃんユーティリティですからね、いろんなところを持ってます。タガミもセカンドに入ってといったところですね。さあワッソン、ファースト海星、この海星のねチャージをかけてサードへ送球してアウトにするっていうのは、まあこれ結構お箱というか、得意なプレーの一つかもしれません。親指は大暴投、送球をね強く引くという。兄ちゃん、兄ちゃんもねこう右膝が折れて上に癖があったんですけど、それを注意しながらやってます。順ちょっと送球ね良くなってきたかもしれません。痛いな、何球っていうのはこう弾みますからね、グラブさばき非常に重要になります。これジン、これねあえて自分で難しい入り方しちゃってますね。後日また別途紹介していきたいと思いますけど、さあ続いて親指、親指現在ね肉体改造中らしいですよね、握り替えができなかったら開けるのも大事。遅刻してるけどこっちは。さあキャプチャーのライパチ送球、ぼちぼちじゃないですかね。さあここからはちょっとじっくりとご覧ください。からのワンバーン、ナイスト、イワンバーン、いいショート、いいショート、はい、ファッサー、あ、ミノー、ミノー、あ、やってる、オーゲイ、はい、グボー、はい、よいしょ、やった、はい、ショート、オーゲイ、この逆シングルなんですけども、決して形がいいとは言えないんですが、グローブをですね決してこう上げることをしなかったというか、我慢した結果収まったっていう感じですね。球際の強さっていうのは
時に不器用さも大事といったところでしょうか。ナイスナイスカバー、アクロバティック。おいちょ帽子のかぶり方やっちゃうやっちゃう、いいね。サングラスが落ちてる。いや、プロっぽさ出してる。はい、優しい。OK、 そう。はい、いいチャンス。いいチャンス。あー、そう。OK、ファーストカバー OK。そう。いやー、いいな、ナイスアド。OK。うわ、厳しい、厳しい。お、いやー、いいショート、いいショート。殺しに行ってる。こっち。逆進。ダウン。え。よいしょ。よいしょ。はい、スカート。裏ってる。いいね。ヘイ。グラブ。いいグラブ。ファースト。試合。はい。スローキャッサーでいきます。 OK、 得意なやつ、はい、キャッチャー、ファリー、ファリー、いやー、ナイスキャッチャー、いい送球、ボールが素晴らしい。 OK、 いいね、いいね、逆進、初逆進、OK、 いい逆進、いいノック、いいノック、ナイスカバー、ナイスカバー。さあ、そしてここからガイアノックなんですが、私レフトに入りまして、ノックを受けております。ちょっとね、とにかくいっぱい動きたいっていうのと、動きながら送球をするその感覚っていうのをですね、まあ、ガイア手の動きだとね必要になってくるんで、そのあたりをテーマにして、やっております。やっぱサードだとここまでね走って投げるっていう動作ないので、結構ねやっぱ受けてみると分かる、その体のバランスの悪さだったりとか ありました。うん、逆にこう外野手は動作が大きくなってしまいがちなんだなみたいな、こうやってねちょっとランニングスローでバックホームできるんだろうかみたいなところもちょっと遊びながらやっておりますけれども、動作が大きくなるところでいかに正確な送球ができるかっていうね、こう内野から指示を出すときとかもこうやって体感しておくと言葉の使い方が変わってくるのかなっていう。高見はやっぱさすがですよね、このあたりは。右右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 右これも半端でした。それでノック終了。最後はね、走塁練習で締めです。お、今年は特に、まあ、何回もね言ってますけど、走塁革命、まあ、守備堅守っていうところ、まあ、本当に走塁が一番の大テーマかもしれませんね。チームで声をかけ合いながらやっていきます。また練習風景なども時折紹介していきます。